はい、水ちゃんです。今日はね、石川県に来てるんですよ。石川県はね、金沢市、金沢市のね、今日は片町っていうところにいてるんですけども、ちょっとね、まあ、夕方なんでちょっと飲みに行こうかなと思うんですけど、すっごいディープなお店あるんでね、ちょっと行ってみたいと思います。すごいですよ今日は。金沢市のね、片町っていうとこなんですけどね、すごいですよ。まあこれね、ちょっとあの筋中ちょっと入ってきたとこなんですけど、これね、あの繁華街からちょっと一本筋入ったところなんですけど、これね、飲み屋がすごい密集してるんですよ。ここはね、まだあの序の口ですわ。ちょっとね、もっとディープなとこ行ってみましょうか。はい、ここですよ。金沢中央、味食街って読むんかな。ここね、ちょっとね、入っていきますよ。いやー、すごい雰囲気ですよこれ。ちょっと入っていきますね。すごい、うわー、すごいわこれ。すっごいディープな、すごっ。これね、建物ね、背の高さぐらいしかないんですよ。うわすごいわこれ。人一人通れるぐらいですよ。うわ、すいません。もう自分で入れます。はい、いいんです。はい、はい、すみません。そう、おばちゃんおばちゃんっていうのが好きだったら、園江さんと、しんちゃんの真向かいで、園江ちゃんって。多かったです。どうなんかね、辞める人も少ないですけど。そうでしょ。お寿司屋さんって感じのとこ行ったんですけど、魚美味しい、美味しいです。ほとんど回転してないのが多くて、何々ちょうだいって言ったら、そう、来るって感じだから、すごいネタが美味しいです。めっちゃ大きいけど、美味しいんです。高いです。だから中古で買って、食べたんですよ。
練習もらっていいですか。練習、はい、はい、福井なんですけど。あ、福井のお酒ですか。福井ですか。あ、この前飲みました。あ、そうです。あの福井で飲みました。はい。ごめん。あ、すいません。ありがとうございます。はい。あ、すいません。もう結構感動で。パフォーマンスもね、そう。なんかその演出っていうのが。ポテンシャルをやっぱり。ちょっと打ったんだろう。全然めんどくさいじゃないですか、いろいろ。あの会社2週間休めとか。こんなのやってんだよ。はい、ということで、今日はね、こちらの金沢、中央味食会。まあ飲んできたんやけどね、まああの料理はねめちゃめちゃ美味しかったですわ、うん、でね、あのメニューってないんですよ。あのまああの次から次からね、あのおかみさんが出してくれるっていう、あのまあそういうシステムで料理も美味しかったです。みずちゃん、よろしければね、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、みずちゃんでした。